いぞ。次で決めっぞ、サスケ。ああ。目の前だ。師匠やナルトや忍びのみんなが望んだ平和が目の前にあるんだ。てめえを倒したと倒れてたまるかよ。お前の言う平和など所詮かりそめのものに過ぎます。真なる平和は夢の中にこそある。夢こそ理想を叶える手段なのだ。夢にもうるせえよ。そんなに夢の中に生きてえならお前だけが生きやがれ。さっさと呼べ。なんだ貴様ら、なぜこれほどの力を。貴様の夢とやらはここで終わりだ。さっさと消えろ。うちはサスケ、あとはお前たちだけだ。お前たちの始末さえすれば本当の夢を。だからさせねえって言ってんだろ。おお、芝生天聖。この俺がここまで。見事というしかないな。だがな、本当の夢を叶えるのはこの俺だ。サスケ！とこの時を待っていたのだ。絶対に邪魔はさせんぞ。どうしたというのじゃ。仕上げだ。
真樹海降誕。さすがといったところか。だがもはや勝負は決した。救世主たる俺の手によりこの世の因果は断ち切られ、人々は苦しみや痛み虚しさから切り離された。お前の仲間たちは無限つく読みの作る甘美なる夢に思い、まさに幸せを満喫しているんだ。これこそが俺の求めた本当の夢。俺は地獄を天国へと変えた。もう理解しろ、全て終わったのだ。終わらせてたまるか。まだ俺たちが残ってる。俺たちがいる限り絶対に終わらせはしねえ。ジャリーメクローゼツ、最後の仕事だ。俺とお前で奴らを潰す。はい、マダラ様、ここでも言うと思ったか。クロザツ貴様、マダラ、お前は救世主でもなく、そして終わりでもない。何を言っている。お前を作ったのは俺だ。お前は俺の意志そのものなんだぞ。違うな、俺の意志はお前ではない。俺の意志はカグヤだ。カグヤだと。お前が無限つく読みを完成させ、チャクラを消耗しているこの時をずっと待っていたのだ。くっ、強すぎる力は圧力を生む。結果、人々は母を、ウサギの女神だの、鬼だのと呼び、あがめを恐れた。サスケ、間違いない。こいつが、おじいちゃんが言ってた。大月かぐや。